ローレン・ブッシュはアメリカ合衆国のモデル。ローレン・ブッシュはテキサス州ヒューストンに生まれた。近畿江戸高校に通った後、パーソンズ・ザ・ニュースクール・フデザインとセントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザインでファッション・デザインを学んだ。2006年にはプリンストン大学を卒業した。ローレンは IB クラブとプリンストン大学・イーティングクラブの会員である。 また、ベジタリアンとして知られている。ローレンの父は、実業家のニール・ブッシュ。ニールの父が第41代、大統領ジョージ・ H ・ W ・ブッシュで、兄が第43代大統領のジョージ・ W ・ブッシュであり、ローレンは、各大統領の、それぞれ孫、名にあたる。母は、シャロン・スミス。ニールとシャロンが2003年に離婚した後は、マリア・ブッシュが、ママ母,母となった。 ローレンは、エリートモデルマネジメント社と契約し、モデルとなった。防具氏や、バニティフェア氏の表紙で特集され、また、アバクロンビーフィッチのトミー・ヒル・フィガーやガイ、マッティオーロ、アイザック・ミッツェラ・ヒトのデザイナーのモデルとして、たびたび起用された。現在は、パリス・ヒルトンやオルセン姉妹と並ぶ人気セレブリティ。2000年、パリ、ホテル・デクリオンでの舞踏会で、 騒ぎを起こしたことがある。また2005年、国際連合世界食糧計画が始終国親善、大使としてチャドを訪れた。これまで、パレスチナ系アメリカ人、タマアカドミア、ユダヤ系イギリス人冒険家、環境活動家、デイビッド・メイヤード・ロス・チャイルドと交際していた。2001年には、ウィリアム王子と E メールの交換をしたとの噂があったが、ローレンは強く否定した。 2011年9月4日、コロラド州、リッチウェイで、ラルフ・ローレンの次男デビッド・ローレンと結婚した。現在2児の母。ありがとうございます。